久保さん今回のテーマはですね、えー、どこに住んでるんですかと。どこに住んでるんですかと。これね、あの <laughs> まあ、インスタグラムで集客をして、まあ、出会い系の方に誘導する。まあえー、っとインスタグラムから LINE の方に誘導して、LINE の方で、えー、どこに住んでるんですかみたいな、まあ。インスタでもやり合いするんですけど、まあ、これ Facebook やってた時もそうですね。フェイスブックから にに誘導してて出会いい系に持っていくみたいな。まあこれ業者さんがいるんですけどまあインスタグラムもいますまあ久保さんもねフェイスブックで結構そういう方とあのダイレクトメッセージ来たんじゃないかなと思うんですけどこれね僕どこに住んでるんですかみたいなねあの、聞かれた時にあの地球に住んでますみたいな言うんですよ、まあ、またお業者やなみたいなそれでね <laughs> つまんないって言われますね でもね、久保さんのね、その地球、地球に住んでるっていうか地球が住所みたいなね。なんかすごくいいなっていう。ホームレスの話が良かったですね。だから、なんかその、ホームレスの方が実は、これね、あの、前、億万長者合宿でもシェアしたかもしれ、えー、やりとりでも言ったかもしれないですけど、ある本でね、こういう本があって、まあ、どういうことが書かれてるかっていうと、まあ、あるサラリーマンが、 あのそのホームレスの前を通ったんでですねでホームレスの人が「お兄ちゃんとおなんかどっか行くのか?」みたいなね「おお今からちょっと急いでます」みたいな「おおそうか兄ちゃんと兄ちゃんあの兄ちゃんあのそんな決めて今日なんかどどなんか将来夢とか目標あるのか?」みたいな,なんかありますよみたいな、うん、僕の将来の目標夢はお金持ちになることですみたいな。 で、その、ホームレスの方がね、また問いかけるわけですよ。お兄ちゃんと、あ、そうか、お金持ちになることが将来の目標かと。でお金持ちになったら、兄ちゃん何したんやねみたいな。で、兄ちゃん、あの、サラリーマンが言うわけですよね。いや、お金持ちになったら、フェラーリとか買ったりとか、まあ、高級マンションとかに住んだりとか、まあ、そういう、そういう,そう,いうの、あの、行って、あの、そういうとこ買いたいです、みたいな。言うわけですよ。で、ホームレスの人がまた畳みかけるわけですよ。お兄ちゃんと。じゃあ、あの、じゃあ、フェラーリとかも買ってマンションとか買う。 まあお金あったら買えると思うけど、まあ最終的に兄ちゃんはどうしたいんだと。お金稼いで、まあそれ買ったら、じゃじゃ最終的にどうしたいんだと。兄ちゃん、みたいな。ホームレスが言うわけですね。そしたらサラリーマンの方が、まあ最終的には、最終的には自由になりたいですと。最終的にはまあ自由になりたいですね、みたいな。で、ホームレスの人がポロって言うですね。あ、そうかと。兄ちゃん俺自由やけどな、みたいなあ。兄ちゃん俺自由やけどな、みたいな。 っていうね下りこの話がね本で紹介されていてすごく面白いなっていう <laughs> もうホームレスの人はそのサラリーマンのね終着駅にもう行ってるっていうね <laughs> お金がなくても行ってるっていうねなんかおもこれねこの話すげえ面白くてもうずっと記憶にあるんですけど <laughs> もうそのホームレスの人がね的を得すぎていてもうなそ,そ,のそのサラリーマンの人はその後とどう返したのかなって話ですよね まあ結果的になんか気づいてないってことですよね。うん、自由ってなんやねんっていうね、うん。なんかお金があるから自由とかね。なんかまあそういうの関係ないですよね、実は、うん。まあもちろんね、お金がないよりあった方がいいですよ。あった方がいいですよ。あった方がね、いいですけれども、じゃあその自由、お金があったから自由になれるのかっていうわけでもなく、だから何をやるかですかね。 例えばその、サラリーマンでも年収1000万以上稼いでる人って世の中にいると思うんですけど、じゃあ自由ですかと。お金はまあありますよね。年収200万円とかの時代の中、年収1000万稼いでたら5倍の収入あるわけじゃないですか。じゃあお金はあるわけじゃないですか。だけど自由ですかっていう。うん。だ僕がその、会社でガリガリで売り上げ上げてた時と今やり方が違う理由としては、 その、売り上げをね、そこまで上げなくていいわけですよ。もう従業員いないし、なんか年商100億だみたいなね、昔やってましたけど、いらないですね。だから自分の許容範囲で自由にこう生活できる範囲レベルで稼いでいくっていうね。そう。まあそういうのは僕の中であるので、なんかその、なんかね、売り上げ、まあ会社でやってた時はね、売り上げ目標ってキリがないんですよ。 なんかその、1000万あげたら2000万、2000万あげたら3000万、3000万あげたら4000万、5000万、6000万、1億、2億みたいなね。もういつまでもね、もうキリがないですね。そう。まあそれは会社を大きくする上での仕方ないとこだと思うんですけども。まあ僕はもうそういうのをもう目指さないっていうね。うん。話ですね。はい。そう。だからまあ、うん、まあこの動画をまとめるとするならば、最終着地点はどこですかっていう。 うん、っていうのを少し考えた方がいいかなっていう。うん、お金が、だからその、クエスチョンとして、お金があったら自由になれるのかっていうその問いですよね。とか、うん、なんかそういうのを考えると、なんか、今まで見えてなかった答え、自分の中で、あ、じゃあこうすればいいんじゃないかなみたいな答えが出てくるんじゃないかなと思いますけどね。だから要は、多くの人って洗脳されてるんで、こうじゃないといけないよ、みたいな。こうじゃないといけないよ、とか。 あとなんだろうなそのお金持ちになるためにはお金もあの高級なものを買って体験しないといけないよとか高級なサービスに触れないといけないよってよくある話なんですけどねそのステージ上げるためにステージを体験しないとダメだよっていう僕はねそんなことはないと思いますね自分だからそれって作られたステージなんで自分でステージなんか作っちゃえばいいと思ってるんでそううん まあ、そんな感じですねはいでは久保さんの動画どうぞはい吉田さんメッセージありがとうございますまあ、どこに住むかというテーマでいただきましたけどもまあ、どこに住んでいても、まあ、できる時代なのかなと思いますよねえ逆にここに住まないといけないっていうふうな縛りっていうのがあるのがものすごいリスクだと思うんですよどこに住んでもいいしどこに住んでもいいような暮らしを送んないといけないかなと思いますよねそれをね私学んだのは平和公園でホームレスをしてる時なんですよ うんなんかねホームレスっていうと家がないっていう風な感覚なんですけどもまあそのね広島のホームレスの中でよく話してたのはこの空が屋根で地面が床でって感じなんですよねそう地球が私たちの家だからあのわざわざねあのコンクリートやあーそれから木造で作った四角い箱の中に自分を押し込めてしまうのがいやもったいないよねっていう話なんですよ。でホームレスをしてるとうんなんかその自然災害にも強いんですよね実は。 だからねなんかね家がないっていうのは実はものすごいリスクヘッジになるんじゃないかなと思ったりするんですよでビジネスなんですけども私はですね y o u t u b e 一本やっていてこの1年半、まあ、2018年2019年ね YouTube だけをやって日本全国各地をつつうらうら海外まで行ってますけども毎日収入がありますね毎日ですよなんでしょうかね それ YouTube でしょうね、やっぱり。YouTube、で放送している日本全国各地に行く海外にも行く飛行機に乗っている時も朝起きた時も,もう温泉に入ってる時もずっと収入があるんですよ。ネットワークビジネスとかねなんかあの不労所得なんとかっていうふうなことをちらつかせる人もいますけども私はそういうのを特にね好んで。 まあ、探しに行ってるわけではないんですよ。そっか塾ってものを。中心に。自分の思い通りに。活動している。だけなんですけどね。まあ、そっか塾の中でね、ものすごく大事にしてるのはクイックレスポンスってことなんですよ。すぐに反応するってことですよね。うん、私、あの吉谷さん以外にも、動画のこういうふうなキャッチボールをしてる方がいて。やっぱりね、毎日のね。動画本数ってやっぱ気が付いたら、結構なものになってるんですよ。 まあ少なくても10本は毎日してて多い時はやっぱり30本以上ね今でもしてるんですよね他の方ともこうやって動画の個人メッセージのやり取りしてまして毎日やっぱりねご質問のメールが50通60通っていう時期はもうなくなりましたけどもそれでもね30前後は毎日あるんですよ30前後のメールにまあ文章で返す時もありますけども動画で返信しているとで一般公開してないですけどねそういうのはやっぱりあのお相手がいることですからでもたまに一般公開するんですよ まあどん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 動画増えていってその動画のもう忘れられたような私ですら忘れたようなところから「動画見ました」とかね「いろいろ見ました」「そっか塾は何ですか?」みたいな感じで来るという風なねもうこの動画をたくさん作ることによって SEO も動線も興味づけも教育もセールスも完了してるっていう状態が今私は作られているのかなと思うんですよね。 それがねやっぱりね数千3,000本とかのレベルに来た時にやっとそういう風になったのかなって気がするんですけどもどうですか何本あたりでなったのかちょっと私もね覚えてないんですけどもね、まあ、少なくとも5,000本動画をアップロードした人っていうのは何かしらのね売り上げ上,上がってると思うんですよ、うん、で逆に売り上げ上がってないとしたら売り上げを上げるように意識して改造することができると思いますんでむちゃくちゃチャンスだと思いますまあそんな感じでねどこに住んでも、うん、お金にはなるしどこに住んでも生きていけるよということでございます えー、なんか収入源の近くに住むっていう人はなくて地球から収入を上げるという考え方でいいんじゃないかなと思いますよね。では失礼します。